いや、無理だ。なんか TV スティックみたいになったら。マッサージ中です。お化け出る、お化け出る。お風呂出ました。お風呂って言ってもまあシャワーですけど、今はベトナム時間の10時ですか。日本だと12時ですね。明日試合で、今ビンズメガビックスビンズンっていうところに来てます。ビンズオンか。試合前日の過ごし方ということで、まあ夕方バスでみんなで出発して、だいたい1時間15分ぐらいかな、バスで移動して、全泊のホテルに着いて、まあ、みんなでご飯食べて、でその後、まあ、近くのコーヒー屋でコーヒー飲んで、コンビニでなんか飲み物とか買ってホテル帰ってきて、さっきシャワー浴びて今って感じですか。まあそこまでの流れちょっとまあちょこっとしか撮ってないんですけど、まあ撮ってきたんで、まあ明日アウェーで、試合があるんで、まあなんとか勝って、帰りたいと思います。まあ、今から とりあえず何するっていうのもないですけど、まあ、サッカーの試合見たり、まあ、ゆっくり休みたいなというふうに思います。明日の朝は多分7時ぐらいに起きますね。で朝飯を食べてまたゆっくりって感じなんで、とりあえずゆっくり休んで、英気を養いたいと思います。じゃあまた明日。めっちゃ深いやん。
Tell them I get to Bombay for Monday.